毎度アジです。アジです。そっちが初めてじゃないですか。初めてすぎてちょっとね、バンドのサインより緊張しますね。それはやばい。亀井さん、10月ぐらいから味方の足跡というノートをね、始めたと思うんですけども、はい、あれについてちょっとね、僕も聞きたいなと思いまして、はい、いつもと逆のスタイルをとっております。ありがとうございます。というわけでやっていこうと思うんですけども、まずなんでそもそもまだ新しいノートを始めようかと思ったんですか、野球の見方チャンネルじゃないですか、もうこれは。そうですね。野球の見方っていうのは、まあ、4月から、2023年かな、4月からやってたんですけど、野球の見方なんで、なんか野球の技術発信とか、そういうのがまあ多いと思いきや、実際そうじゃなかったじゃないですか。そうですね。結局、考え方とかだったりとか、そうっていうところが一番多かったですね。そうなんですよ。だから技術的にこれが正しい正しくないみたいな話っていろんなところでされてると思うんですけど、なんかそうじゃなくて根本的な考え方が違うことが多いなっていうのがこの1年半を通して感じてきた。で特にこの半年っていうのは、まあ、そこそこネット上でも話題になったおかげでそれをもうものすごい感じるようになったんですよね。だから考え方っていうところにフォーカスしたものを残したいなと思って、まあ、スタートしました。今そのまあ山岸さんだけっていう形じゃなくて、山岸サンシャインの小原志藤選手と現役大学生で後ろバッテ選手の3人で投稿してるんですけども、はい、その選手たちを選んだのは何ですか？いやもちろんあつねさんとか打撃探究部屋で一緒に記事書いてたし、はい、まあ面白いなっていうのは分かってるんですけど、はい、まあ発信媒体としてやっぱ YouTube があるし、メンバーシップがあるし、声を届ける場所っていうのはあるじゃないですか、はい、でもこう岡田志人選手、藤代寛太選手っていうのはなかなかそこはないとっていう部分と、まあ、趣味であれば読書好きっていうのは結構もう言ってると思うんですけど、はい、岡田志人選手と藤代さんは読書大好きなんですよ。そうですね。で同じ本も読んだりしてこう感想とか言い合ってる中で、あ、この活動をうまく文字にしていこう、文章として残していこうと思ったら彼らは適任なんじゃないかなっていうのと、岡田翔選手は現役で独立リーグ宮崎サンシャインズでこうプレーしながら、まあ、本とかも読んで考え方を深めていってる選手だし、藤代寛太選手は勉強、大学でいろんなことを学んだりとかして書く文章とかもすごい面白くて。なので彼らにこう手伝ってほしいなっていうことをこう要望してっていう形ですね。確かに彼ら本読むし、特に藤代君なんかは勉強好きというか、いや話してても面白いですもんね、あの2人に関しては。面白いですね。これは、まあ、味方の足跡なんで、野球の味方の足跡じゃなくて味方の足跡っていう名前でやってるんですけど、はい、野球関係ないなっていうか、まあ、世の中にいろんなものがあるんですけど、こういろんなところで何かこう考えていけばいくほど周りとうまくいかなくなったとか、まあ、俗に言う生きづらいみたいな、これが全てじゃないんですけど、そういう気持ちを抱えてる人にぜひ見てほしいなって思うんですよね。生きづらさっていうのは本当に僕たちも感じるところでもあると思うんですけど、うん、何かにこう一般的な言い方で言えば、まあ熱中してる人たちっていうのは世俗から外れてしまうことも多々あるかなと。そうですね。だからなんでそんなに頑張ってんのとか、そんなんやっても意味ないじゃんとかでいっぱいあると思うんですけど、そういった言葉をかけられながらも、いやでももっとこれ勉強したいんだ、研究したいんだ、突き詰めていきたいんだみたいな時ってまあなかなか勇気がいる、自分らも味方がいるから踏み出せてる部分もあるんですけど、だからそういう考え方みたいなのをこうシェアできてる関係性だったりとか、そういった人がいるんだっていうだけで、まあ、プラスに働く人もいっぱいいるんじゃないかなと思ってやりましたね。だから野球をやっているっていうことがもう前提条件じゃなくなってきてますよね。そうそうそう。だから野球のこの今の活動を考えた時に、この活動を理解していただける、していただけないっていうのは、野球の技術的な考え方だったりとかを共有できているっていうものではなくて、その考え方の根本的な部分を共有できているかどうかっていうところの方が、今の僕たちがやってることを理解できるかできないかっていうところに直結してくるっていうのはすごい感じていることなんですよね。だからそれを残していこうっていうところでやらせていただきました。実際今一記事ずつ読ませていただいたんですけども、野球の話は出てない、うん、そうですね、まあ、この3作今おっしゃっていただいたんですけど、はい、ちょっと振り返っていきたいなと思ってて、はい、僕がまず少数派の注意点で、仲間集めからいいものを作るへの移行、岡田志人選手基準、はい、これはプレイヤー、野球のプレイヤー、ぜひ読んでほしいなっていう、野球じゃなくても、スポーツやってる人とかにね、見ていただけたりとか、何か熱中してる人には見ていただきたいなっていう、藤代寛太さんの楽しみ方。彼の過去が結構赤裸々に語られてて、そこに対して今考えてることのこのギャップというか、その辺も楽しめる作品になってて、お二人にお願いしてめちゃくちゃ良かったなって思ってて、でまああとこのノートに関してはなんかその交換日記的なっていう側面もちょっと持たせていこうかなと思ってて、だから同じような話題に対して自分たちがどう考えているのかみたいな部分っていうのをこうシェアしていける場所にもなるんじゃないかなって思ってます。今後展望というか、はい、ありますかね。ただまだ本当に触りの方しか話してないので、なんかもっと僕たちはこう記事を書くにあたって、いろんなことを勉強しながらやっていくし、その勉強するインプットに加えて自分たちが行動していってるじゃないですか。なのでそこから感じたことみたいなものをどんどんブラッシュアップするような形で出ていくと思うんですよ。それが僕だけじゃなくてあと2人も文章にしてくれて、でまたそれにも僕が影響を受けて、でみんなが影響を受けてより良い記事になっていくかなっていうふうに思うので、藤代さん、岡田翔選手といつもしきりに言うのは、あずやさんも言いますけど、残すことを目的にやってるんで、世の中に残していけたらいいかなっていうふうに思ってます。シンプルにこいつら何してんだろうって気になる人には読んでいただけるといいかなっていうか、意味わかんないって思われる部分ももちろんいっぱいあると思うんですよ。これ見たらちょっとわかるなって思うし、そう面白いなと思って見てみるとか、なんかこう自分も何かやりたいとか、何かをこれ僕的に面白いんだけどなみたいな、だけどこれ言ったら恥ずかしいなとか、そういったことがある人とか、何かこう自分のこだわりみたいなのがある人に読んでほしいなっていうふうには思いますね。あとこのノートっていうのは1ヶ月経ったらバックナンバーになっちゃって、ちょっとまあ割高にしようと思ってるんで、買う方っていうのはお早めに買っていただけたらいいかなというふうに思いますし、僕たちのコンテンツっていうのはこう考え方をやっていくコンテンツっていうのが結構メインで、自分も今ノートでメンバーシップやってるじゃないですか。やってますね。毎朝、ちょっと短めのラジオやったりとか、文章を書くのが好きなので楽しくなっちゃってるんで、そちらも見ていただけると、味方の足跡ともリンクする場所があるし、 YouTube ともリンクする場所がいっぱいあるので、それも楽しんでいただけるんじゃないかなというふうに思っております。で、加えてこの YouTube のメンバーシップですね、そこではもう僕と篤紀さんがメインで喋っていて、あと岡田翔選手のラジオもやっているので、野球はこのメンバーシップでやっているので、そしてアートベースで体もやっている。本当にね、やること多くて大変な部分っていうのはあると思うんですけど、僕たち野球好きで野球を考えるってなったらやるべきだよねっていうことをこうサービスにして自分たちが自信持ってやってますので、気になる方は全てチェックして、もしよかったら購読していただいたり取り組んでいただいたりとかしていただけたら嬉しいかなというふうに思っております。山岸さんのメンバーシップの記事、僕も読ませていただいて、この間のやつめちゃくちゃ面白かったです。ありがとうございます。結構僕自身あんまり読書する時間っていうのが取れない中でも、ちょっと時間取っていけば読める文章量ではあるので、自分活字ちょっとっていう方でも読めるんじゃないかなと思いますので、ぜひこういろんな面白い記事書いてると思うし、こう山岸幸四郎についても知っていただけるきっかけになるんじゃないかなと思うんで、得体の知れないあれかもしれないんでね、分かりやすいがいいとされてる世の中で、活字という時間をかけないといけないものを選ぶ僕たちの活動をね、これから応援していただければいいんじゃないかなと。とりあえずまた概要欄に全て貼っておくので、チェックしておいてください。ということで今日はこれで終わらせていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。よっしゃよっしゃ。おっしゃいった。ナイス。